こんばんは。コンタクトまだ買ったのやべえ、足食ったミスった。あやべえ、マジやべえ。うわ世界、うわどうしよう、うわ髪やば、髪やば、髪やば、やべえ、なんかタコ切りちゃう髪。カラコンももうなくなってきた場合どれにする、ガチで。こんばんは。もうなんか原型ないよね俺の今日わかる言いたこと。ちょっともう汗だくで今日はもうねいいやってなっちゃってさ、髪がええよ、長いし。風呂入りたい、風呂入りたい。ダンスした今日マジで。もうこの時なんかずっとダーを買ってかったい。せらんね、車ありがとう。熱なえらい風邪ひいてる人多くない？運勢と絶対あれやん、外暑すぎてないやつばい、それ多分。初見さんどうも、お茶飲んでます。あいよ、今日めっちゃ寝た。7時間半ぐらい。めっちゃこれってだからスレッズなんかちょっと気が向いたら返すまた、夜中とか。ワンちゃんお風呂配信するかい。はじめまして。本当にもっとやんってめっちゃ聞かれる。うん、バンバンバン。友達、え、踊った全身？また踊った？面接場お願いします。明日撮るから元ヤン店長、久々にね。ドキャンですか？俺白シャツめっちゃ持って、俺ユニクロのこの、俺これユニクロって言ったよ、 T シャツ、ユニクロの T シャツなんやけど、俺これマジ俺これだけで 6枚ぐらい持ってるわ、これ。この T シャツこっちの方が持ってんから、とこっちで。夏の男です、どうも。この前恵比寿で見かけた、いつやろう、最近恵比寿行ったのはいつだったっけな。あー、あれやん、名古屋前やん。いや名古屋前じゃんや、あれなんか帰ってきてから行ったね。なんで行ったんやっけ、最近だろ。じゃあ違う、明日テスト頑張れ、テストとかダリードね、勉強は。あれか、夏休み前のテストがあると、うん、なんかかゆいペン。ありがとう。どうも熊本開始です。ありがとう。犬なんや、もうちょっと今日汗だく出たい。やばかったっすね。うん、わちょちょありがとう。たくやくん認知してくれ、もう認知してます、だいぶ前から。カラコン玉こんにゃく一丁。ほらなんかやってたよ俺が、あのやつで。そうでもなんかあれたい、
今日のサマーたち見た？サマーたちこれえー、夏あれ見てくれたら多分あれわかるんやけど、そう、いやでもあれカラコンどう？わかった？あれ分からんくにゃなんかあの距離感だと。84やっと BI 始め、え嘘、あソロしか来たことないやつだ、あだっけ、そうだっけ、玉こんにゃく今日あのタケの偽物さんの方であのあれするね、淡水魚のお話する。淡水魚そんななんかメッセージ性じゃないよねあの曲別に。シンガーソングライターとダンス&ボーカルグループやってますので、ぜひ初めての方知ってください。今日から最近ちょっと TikTok そっち寄りでさっきおいどね、サマータッチの曲とかさ、あとなんか今日もさっきもあの昔のナッチカワ動画あげたんやけど、 BTS さんのやつね、そうやってますので、サブスクもありますのでぜひ聞いてみてください。カラオケでおにぎり歌ってきた？おにぎり難しいだろう。全身バージョンのサマータッチの踊るコツはあそこです。さ、ヘイベイビーでこれガンって出てください。前に左右でヘイベイビーサーです、ヘイベイビーサーです、手からガンガンガンです。はい、いいですか皆さんね、5678123です、いいですか皆さんね、はい、踊るときはね1&2&3&4&5&6 A です。あとここね、さあまたちたちたち手の中 A です、ここ手の中 A、 この A はもうガツって取らないです、中 A ぐらいです、 A って言ってください、はいそうですね、そんな感じでした。あれむずいね、全身バージョンは。今練習してた。あと今日初めて見てる方ね、初めて見ていきなりサマータッチなんやそれって感じだと思うんですけど、明日俺 YouTube ライブで俺の曲をライブに来た時にどこで盛り上がればいいんですか、どこで声出しゃいいんですかみたいなあれやるけん、ちょっとぜひ聞いてください。はい、7時からあります、7時から。赤いもの残すけどね、うん、ストーリー書いてます、残りは赤いぞ。ウェーイ、イェーイ。今日もいっぱいくれるじゃん。ありがとう。そう、タオル振る舞う曲とかもあったりするけん。そうなんや。カラコン難曲、なくて。めっちゃ面白いのが俺マジ今、絶賛レック中だったよね。ほんとに、これコードだらけ、マジで。遅なると思って先にした配信。大阪待ってまーす。この絡まるよ、ダゴ絡まる。ペン、うわ。何やっけ。ありがとう、みんな。めちゃめちゃさ、短編を送っていただいて、はい、めちゃくちゃね、段ボールが届きました。で、まだ、うちに届いとるのが、3分の1ぐらい。そう、っていうのも、あれ、治ったでしょ、今。治った？そう、お手紙読んで、で、さあ、開けて、って、やるのめっちゃ時間かかるって言ったい？で、この俺今ね、それをやる時間がないって言ったい？本当に。
そう、だけあと受け取れてない分に関しても、あれ、マジで俺福岡帰ってくるまでマジで時間ないっつったい。本当に、本当にないとよ、今。そう、なのでちょっと、楽しみにしてます、俺もそれを。お城ありがとう。そう、やっぱね、一番欲しい誕生日プレゼントの時間というものは、やはりなかなか、もらえるもんではないので 一生叶えはにゃね。うん。安心してください。ガツって、オフあれば。いやー。なにこれ ?AAO だ。あ、前も来てた AAO。ありがとう。勉強はね、やる気は出らんもんよ。なかなかね。わかるばい?で、じゃあ明日する。久々に。どんなんしようかな。何も考えとらんすよね。まあ、基本俺動画って何も考えとらんけん。そう。その日の気分で撮るけどね。ワンちゃんありがとう。グレーから今日カンフーしてきた?カンフーしてきたん今日?何するんカンフーって。あ、ちょっとすると。わ、レッツパーティー。すげえ。レッツパーティー。Thank you. 嬉しい。すごい。ド派手だったね。いや、もう、ちょっとさ、暑すぎん。ガチで。熱帯夜もええとこ、AAO。ねえ。ガチで、外がよう。マジで暑かったんやけど。どげんなっとぞ、これ。ほんとに最近。ひょくしたくない?わからん。日焼けしたかどうか。うまくわからんっすよね。ぶっちゃけ。でもなんか昨日、なんか今日撮った写真見たら、わあ。なんかね。やけどどう?だからこれあんま日焼けとかに興味ないやつだよね。これ前も言ったか俺。おすすめから来たぞ、あいよ。元気? ソファーまだ届かんつった。どけなっとった、ほんと。アザラシありがとう。ね、海来ちゃう、海。綺麗な海で、魚道やね。わかる?スルメ食うよって今。他ね、ちょうだい。海でバタフライしたらやべやって。するか?海で。ありがとう。イェーイ。なんか東京らへんってあると綺麗な海。俺全然わからんっすよね。お台場らへん、あれは海ですか? あれは海ね。ちょっとマジ聞いてほしい。俺の最近マジ悩みがある。俺ガチの。俺結構真剣に悩んでる今。真剣にマジガチガチに、あ、俺こんなに悩むんだ。というか辛い。辛いことがありました。本気で。俺ソニーのアクオスのテレビ買ったんよ。結構でかいやつ。そんな安かねえやつを買ったんやけど、俺それまでが、レグザ使っとってずっと。レグザ。マジ遅延えぐい、あれ。アクオス。アクオスでマジでスマブラ1000がいいよ。格ゲーとか。いや、てかもう普通に、なんかもう全ゲームだと思うけど、あれ。もう本当に、言えばよかった、テレビの人に。テレビ買うときに。僕スマブラ結構ガチでするんですけど、って。フレーム遅延ありますか?って聞けばよかった、動作遅延ありますか?マジ食った、普通に。
新品に買い替えようかなって考えとるさ、今。なんか、ダリーマジで、メルカリ？メルカリ、俺、使ってな、もう、使ったことにはわからんっすよ、なんかその、メルカリのシステムとか、なんか、あと、なんか、怖くね？書いてる。わからん。もし、下取りとかあるとこれ。もうマジで、本当に結構マジ、だるいぐらい高かったっけ ねえ、俺も気合い入れて買ったっすやっぱ。新居、いいテレビ、でかいやつ、ってなって。でもなんかね、ゲーミング、なんか俺モニターとかじゃないっすよね、なんか。ゲームってちゃんとテレビでやりたいっすね。テレビゲームじゃん。だって。で、別になんかプロゲーマーになりたいわけじゃないけん、俺。そう、だけど、なんかゲーミング PC とか別よくて、やったら俺ちょっとあれはちゃんと作曲用の PC で使いたいけん。もうマジで。クラウドの空王がマジ思ったタイミングで出らんってたね。本当にマジ。クラウドってマジ動作性能マジ大事だっけん。全キャラクターやけど。本当に。ゆこちゃん邪魔って言わす？このデカさはさすがに。今度ポンパしてほしい。俺ポンパ人生でしたことないっすよね。いや、多分メンバーもこのサイズはいらんっていうね。え、言ったもん、俺、これ。さすがにでかいって言われた。どうしよっかな。買い替えるか、ワンちゃん。それでいい。だってスマブラしたいもん。スマブラしたいもん、ほんと。最近マジゲームやってないっすよ、俺。やっぱこれ偶然にもなんかおもろいことにマジでゲームする暇あんまないっすよね。これででもゲームあったらちょっと怖かったなって思う。ていう話でした。ありがとうございました。なんかあれらしい、俺調べたつたら、なんかブラウン管のテレビって遅延ないらしいね、そういうの。すげえ。拓也、犬飼ってもいいですか？それはもう、どっち、拓也犬どっち？どっちかだな、今。拓也犬は飼っていいし、まあ、拓也、犬飼っていいですかに関しても結構、まあ、要相談じゃにゃ？いろんな人に相談した方がいいわ、多分それは。約24度。あ、MV とかはまじ、タコ綺麗に見えるか、これ。初めてお邪魔します。ごゆっくりどうぞ。知ってる？ワンちゃん猫ちゃんありがとう。いや、なんかテレビ、なんかゲームモードみたいなのやってみたっす。なんかまじもう、気休めでしかなかった、シンプルに。おすすめで気づきました。どうも。7月26日、品川ステラボールワンマンライブやります。ぜひ、お越しください。お越しく、お越しください。お待ちしてます。あと、熊本も行く場合。28日。髪、俺もダコ髪髪だった、今。マジで、もう明日で、ワンマンまで1週間や。えぐいて。そろそろ店長ロスだろう。ね、なんかその頃かなと思ってた俺も。だって俺、びっくりしたもん。なんか、動画見返したさ、自分の。そしたらなんか、あれね、もう、俺店長始めたのもう1ヶ月以上前なんや。俺なんかまだ2週間前ぐらいの感覚だったっすね、なんか。
今日が、18日？俺だって6月4日だったよ。元屋、実は元屋店長だった熊本の彼氏を、の初投稿。そうやん？ 1 ヶ月。1ヶ月以上だった。びっくりした。あとありがとう。あれ、あとなんか、2000人ぐらいで、TikTok が70万人いくということで、あの、フォローしてない子、どうぞ。よかよ、フォローして。ケンチューは多分、モンゴル出張じゃなくて、多分、もっと遠いとこ行っとるんじゃない？多分。うん。でもまた出張先から帰ってくる報告来ると思います、明日。はい。すごいね、70万人だって。もうすぐ、公式マークもついちゃったりしてさ。すごいよね。あと、姉ちゃんシーズンもちょっとやりたいですよね、久々に。プレイリスト出ますよ。TBS のプレイリスト。テレビ番組。お金がと。そうよ。ブラックアリス。ざっとざっとざっとで。で、夜中なんやけど。そう。25日の夜中なんよ。残念ながらちょっと高く寝てるんですけども。はい。その時間は。さすがに。ぜひ皆さん、関東圏の方しか見れないけどね、はい、多分きっとみんながあの動画を撮ってくれると思います。俺も大体それで見るけん。そうよ、だって俺、確か俺スーパーノヴァもおにぎりも見てないもんね。うん、なんか、自分がテレビで撮るのあんま好きじゃないっす。好きじゃないっていうか、なんか、なんかリアタイしたくないはずだよね。これ分かると思うけど、これ。そうよ、大体分かれるやろね、それは。口かわいい、ありがとう。なんかよく言われる。その口でしょ。なんかよく言われます。ツイッターフォローしてありがとう。嬉しい。ツイッターもぜひフォローしてね。インスタもいっぱいやってるよ、SNS。そう。あの、今、ある、大体の SNS やってます。はい。大体の。見たらわかる。あの、俺の、プロフィールのとこから飛べるけん。店長団体入りました。はい、はい、はい、はい。あ、俺久々やった、これ。今。大阪行ったらユニバー行きちゃうよ。うん。行けるかな？時間あるとかいな。ね。マジ来ちゃう。今日ハーフみたい。だって、どことのハーフみたい？店長、ヘルプやめて。ヘルプさせんで。熊本弁ほんと好き。え、嬉しい。嬉しいね、そうやって言ってくれるのね。イェイ！店長最高です、ありがとう。ユニバー、俺絶対ね、ハリドリは乗りたいっすよね、やっぱ。ハリドリはね、乗りたい。今日ね、お茶。天然ミネラル麦茶。よ。そうよ。全力プロフィールやってないね。うん、残念ながら。やっとる人おる？今、逆に。おる？だからメールを主流で使ってる人おる？今。友達とか分けて。家族とか、あの、なんか絵文字、なんか絵文字でさ、なんか分けて、みたいな。一人一人おる？今、ペン。メール変更した人とかおる？最近。もう、もはやさ、メールアドレス変更する人っておらんよね。
今ね、俺とかだ。ミクシーやってないわ。やってないわ。いやなんかあったよね。足跡とかってね。あれなんだっけ？足跡とかあったら。もしもーし、ありがとう。あ、なやったかいな。デコログとかね。あー。あっちいいね。なんか、ね、一斉送信とかできたよね。確かね。あったね、そういうのね。イェーイ。小桃ちね。あったね。終わった、チェンメイとかあったね、ダリーの。なんか。なあ、あれ、マジで。なあ、あれ、ほんとに。なんか、たまに、歩くないそういうの。俺、来る場合、なんか、そういうのが、メッセージ。これ回してって言われました、みたいな。あだるっすよ、これ、とって。ね。不幸になりますけ。ね、自分次第やろ、普通に考えて。昨日の夜ご飯、昨日何食ったっけ？あ、昨日はね、なんかね、差し入れでね、おにぎりがめっちゃあったっつったい？そのおにぎり食べたらなんかもういっかってなって、野菜ジュースとビタミンジュースだけ飲んで寝た。冷麺買ったんやけど、コンビニで。もう眠すぎて、あれと、いいやと思って。今日朝から食った冷麺。え、なんかシーチキンと、あ、ツナマヨと、そうなんだっけ。梅と、梅おかか、マジうまかった。なんか、梅おかかとね、あと何食ったっけ。あ、昆布食べた。うん。明太子食べ、なかった。なかったよ。そう。明日誕生日おめでとう。おめでとうね。結構食べた、マジで。着メロ、何やったっけね。イェイ。初めてカレーに納豆かけたん？美味しいと？まじ俺カレーがあんま食えんけんあれないけどね。そう。まさき潰れた他店に移動したなんかリアルやな。なんかあったやん、いろいろ。頑張れ。他店、移動先。元気ください、曲聴いてこい。この間、イーロン・マスクさんにフォローされて、ガチモノ？ガチで？え、なんかそんないっぱい、なりふり構わずフォローされる感じの人だな。俺はあんま知らんけど。天外天わかるばい？ブルーノ・マーズのチケット、もちろん、もちろん。イエス。答えはイエスです。アイドルしての最近知って沼りました。ありがとう。ライブおいで。ぜひ。いっぱいあるよ、コンテンツも。売り上げないねん。これ絶対あれやん。他店に行った子やん、さっきの。いろいろあるよな、そういうのな。ね。次で頑張ろう、マジで。またね。玉こんにゃく。カラコン。です。ライブの準備、順調。Now。Now です。いきなり言ったら怖い。食事で気を使ってること？食事で？え、なんやろ？食事というか、それ飲食全般含めるんやったら、あれやね。筋トレの後に、プロテインを飲む、ザワスのやつを飲むっていうのと、なんか最近俺牛乳ハマっとるさえなんかしたんけど、寝る前の、お風呂上がりの牛乳、腰に手を当て、
牛乳を飲むっていうパンチで、はまってます。はい。あと、あれ、野菜ジュースとビタミンジュースを寝る前にガブ飲みする。ごめんなんか、全部液体系の話で。僕は別に気をつけまってません。はい。好きなもんを、はい、食べるようにしてます。食事には、ケチらないようにしてます。はい。食事ぐらいしか、なんか、金使うことないんで。そう。服もあんま買ってないけど、最近。夜中俺別、起きんね、トイレとかで。うん。朝コーヒーぶち込みますね。はい。もう、カーテン開けたら、もう一気にお湯を沸かし、って感じ。店長、あいよ！え？酪農技人泣いてたいこっち。マジで。勘弁してほしいよね。B レジェンドのプロ、そういうのがあるっす。あ、いいね、そういうの。好きな武器は何ですか？あ、そういうの好き。だって意味わからんやん。好きな武器、俺でも片手剣か、俺ランス使えたね。うん。あ、でも、そうね、ガード性能プラス1にしてランス使えた。これ、モンハンの話ね、これ。うん。片手剣は俺毒、毒使えたね、だいぶ。セカジーとかはサード世代やけね、俺。ごめんけど。あれだけど。そう。俺さ、モーニングスターってなんか俺一回、なんか昔やったな、それ。よしとったね、モーニングスター。白ひげ海賊団におるんよ。そう。使ったやつがね。楽よっていう。ごめんね、これマジで結構、ワンピースの中でも結構ちゃんと見てないとわからないけど、ワンピースね、何番台隊長やったっけね、楽よはね。知らんどうだろうね。マフモス勝負、夏初期やろ、それ、セカンドの。方言言ってほしいですと俺話しおらんずと。声だよ、大変。どきゃんね。やっぱ声開けた？そりゃもう？ありがとう。昨日のライブの感想、マジ、終わって速攻ツイートしたあの感じ。ガジで。今年中にライブ、おいで、待ってるよ。いつでもぜひ。はじめましての方、どんくらいおるかわからんけど、ライブたくさんやってるので、ぜひ遊び来てください。グループもやってるし、グループ今、メジャーのセカンドリリース、セカンドシングルのリリースが8月16日あって、俺その曲も作曲したんやけど、で、リリースイベントとか、いろんなところでライブやってるけん、ぜひ遊び来てください。今度の土日もあるけん。詳しくはね、ホームページとか調べたら出てくるけど、ライブスケジュールのとこで。そう。熊本で始めまして、待ってる。そう、7月28日熊本行きます。B9 の、V1 でやります。ので、遊び来てください。ぜひ、熊本県民の方。まだチケット一般発売してますし、当日券まあ、あるっちゃあるとは思うけど、はい。そうだよ。俺の友達がいっぱい来る。変に緊張しそう。で、7月26日がワンマンします。品川ステラボールというところで、過去最大規模、そして最長のライブをしますので、すげえぞ。出てきて気絶せんでね、みんな。そういう演出組んでますので、ちょっと、はい。楽しみにしててください。もうこれじゃあもう言わんとこ。で、その、ライブに向けたね、シングル EP 出してます。はい、デジタルで EP 出してますんで、杉本拓也で、曲ね、調べたら出てくるし、ブラックアイリスでも曲出てくるけん、ぜひ調べてみてください。サマータッチっていうね、ライブをするんよ。俺が、26日に。
それの曲がもう全部、リリースされてますんで、デジタルですけども、聴いてみてください。サマータッチ、淡水魚、Wanna Be With You、恋サメっていうね、4曲出してます。Yeah. これ冷めたくやこだね、完全な。そう。関西じゃんけど、熊本弁好き、嬉しい、ありがとう。ワンワンです淡水魚好き、ああ、なんかね、そう、なんかね、いろんな、こう、曲みんなどれが好きっていうのが結構やっぱね、こう、いろいろ分かれてる感じがね、なんか良かった。そう、なんか、どれに偏るみたいなこともなく、そう、いろんな、こう、この曲が一番好きでした、みたいな。まあ、まあ、か、まあ、淡水魚の歌詞はもうすごいっしょ、あれはね、だいぶね。わなびはね、わなびはまたね、ちょっと、はい。これは、ライブ来てください。そう、このね、曲の順番っていうのはすごく考えました。EP、この要は、まあ、ランダムで聞いてもいいんやけど、EP でしっかり聞いてもらうときに、まあ、サマータッチ、からこう、恋サメ行って、ワナビーで、これわかる？一回こう、サマータッチからファッって、夏から雨バーで、ワナビーでファッってなって、さすがでゲーってなる感じの、はい。まあ、最後、元気締めがいいかなって感じ。メモ来ると思うよ。いや、なります、ね、めっちゃ漠然と言ったけどね。で、俺、ツイッター見てくれたらわかると思うけど、そう、いつもバンドで、バンドだったりアコースティックライブとかでお世話になってる方々に、アレンジを、で、今回ね、レコーディング入れてもらいました。そう、俺がこう、声をきっかけで聞いて、みたいな。感じを、そう、一回トラック打ち込んだのを生音にレコーディングしてもらいました。だけど恋サメのピアノは、その感想のところはもう、しっかり全部、もう、アレンジ弾いてもらって、そう、多分もうすごい雨の感じをね、ちゃんとやってくれたりとか。そう。で、ギターも俺も、ドゥドゥルドゥドゥルドゥルドゥルとかも全部、一回俺が頭の中にあるのを全部打ち込んで、そう、ドゥドゥルドゥドゥル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 ドゥみたいな、あれも全部やった。まあ、わらびそっからのラララよね、やっぱね。ですよね。まあ、いろいろね、曲中で、いろんな仕掛けあるので、ぜひ聴いてください。押してください、ぜひ。楽しいぜ。押した楽しいぜ。そう、なんやろ。TikTok 見ててもね、きっと楽しいでしょうし、コンテンツは。はい。で、やっぱそっから掘り下げてったら、ステージ立ってる、たかやが一番いいんじゃないかなってなると思います。いずれ。でもなってくれる自信はあるけど、俺も。いや、メンバーからとかないって言ったよね、うちのグループは。そう。で、ペンライトも白振ってるし、みんなね。玉こんにゃく俺、急に言うと意味わからんの、これ、カラコンはっていう質問が来てたら、これ答えます。はい。玉こんにゃく。一丁。あいよ。おにぎりの、メロディー入れました。初見さんどうも。店長です。店長ですって言うと厄介になるけどごめん。うん。ね。意味がわからなくなると、ややこくなると。サングラスありがとう。なんかもうたまに、なんか店長さんとか、ね。呼ばれるの、なんかもう、意味わからないんだ、俺ね。作詞作曲ね。まあ好きよ。うん。すごい、すごいですね、とか言われるけど、なんか、
あんまね、わからんのよ、その実感は。です。常連で知ってます。ライブのね。初めて生配信参加してありがとう。あとは直接会いに来るだけだね。ライブ待ってます。ギターソロ考えたよ、俺が。そう。全部。ドゥ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 。でもなんか後ろのちょっとアレンジとかは入れてくれてる。そう。だって2番のドゥ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 ってこれやってないもん。そう。でもやっぱ俺、おもろいのがさ、俺ドラムとか一回も習ったことないのにさ、ドラム受け取るのはすごくない？わ かる？あの、ドゥドゥドゥンとか。タムとか全然、もうわかるのに。どこに何があるかとか。あらかもらえると。ライブ初見です。熊本県民バイ。ニジョンシンチ来る？ドラム B9、V1。待ってるね。そう、来て、28日。待ってます。熊本でライブするけんね。そう。で、なんかの偶然あったらマジ品川ステラボール来て。26日、東京。待ってます。あ、ありがとう。早くグッズ欲しいっしょ。だよね。ねえ。待っとてね。グッズ情報とか、グッズの買い方。買い方ってかな、ちょっと決まりありますので、はい、ぜひご覧になっとってください。ツイッター、俺のツイッター見ておいで。ね。ライブ情報も載ってますので、シャーってやってください、皆さん。了解ですか？で、ライブの買い方、ライブのチケットどうやって買えばいいと、ワンマンの買い方わからんよって、ちょっとね、多分一番早いのマジネットで杉本拓也ライブって調べたら、そこで出てきたけん。そう、俺やってみた、それ。出てきた。そう、様たちのやつ。そう。俺、逆の立場やったら俺そうするなと思って。俺も意味わからんけど。ありがとう。いろいろみんなね、送ってくれたりするけどね、それ、やり方とかね。絶対音感ないよ、俺。うん。まあ、どうかわかるけど。言えわかる。そう。パンダと何好き？メロンパン。端っこ。好き。うん。Yeah. Yeah. できたよ。鼻かぶられると。離れないで。離れない。俺が？俺は離れんよ。うん。ちゃんとひっついてきて。カリカリのとこ、いや、だから、そう。セブンのやつが一番うまい。マジで。おめめかわいいね。かわいいでしょ？なに？耳も髪の毛みたい？え、なんかね、セブンの、なんかね、出来たてパンコーナーみたいなのあるっすよ、たまに。なんか俺のボイトレの行く途中のコンビニにあったさ、それが最初。衝撃を受けた。バス並ばないの共感するっしょ。ね、水道庁とか。水道庁のバス停って並ばんくにゃ？ね、水道庁と、あれ？通り庁筋か。あそこ通り庁筋と水道庁の曲がったとこ、どっちも並ばんたい。ね。私大画面前も並ばんど？バス。福岡ね。熊本もさっき話したけど。こういうのね。本当マジで、ダンス自信あるよって方は、ぜひ全身ダンス頑張ってみて。そう。うちの最強ダンサー、レイと西が作ってます。ありがとう、中森。レイとの、メンバーにね、レイトって言うやけど、
スレートが作ってくれてます。一回彼のダンス見てほしい。普通に俺はあの人より上手い人見たことない、本当に。だって俺ら普通に踊ってって言うもん、レッスン中とか。上手すぎて、もう やばいよ本当に。ガチガチで見たことない。なんか別にお世辞とかじゃない、なんかメンバーだけんとかいうフィルターでもない。笑える、うますぎて。俺とコーチ普通に二人でなんか動画とかで、うめえって言うもん。飯食った時みたいな顔になる。あとありがとう。マジすげえ。ありがとう。カラコンしちょるんけ？そうばい？しとる。今日あのカラコンない、あの普通のコンタクトなくなったっつって。熊本はじめましてするけど何準備したらいいですか？体？とりあえず体と、携帯と財布？うん。でよかよ。うん。あとやっぱ何？あれ、拓也くんに初めて会う？初めて会いに来ると？ね。じゃあちょっと、ね。おしゃれしておいでじゃあ。ね。おしゃれなんか別に自分なりでいいけん。ね。それでいいよ。コメント読まれ、それな。コメント読まれない。ごめんね、ほんとに。ありがとう。1ヶ月も空いてない、拓也くんに。それはもう、体の震えが止まらんぞ。もしもし、ありがとう。あ、身分証、ごめん、身分証、持ってきてください。拓也くん、基本的にあの、持ってない日が多いけん。たぶんやね。はい。財布持ち歩かんけんね、たまに。身分証持ってきてください。よかですか？音域、トップ？トップ？え？ヘッドだったら別に俺ハイGか。G ぐらいまで出るよ。うん。ゴスペルやるとき俺そこミックス出しちゃったけどね、昔。意味わからんぞ、この話でもね。あれ、今回あちこにゃ？買ってきなっすよ。玉こんにゃく。一丁。もしもし、あいちょ。何時から始めた？俺くん。今日。北海道から見てます。ありがとう。涼しい？ドキャン？涼しいと？店長、はい？はい、じゃないやん。やってないけんダメだね、これね。あいよ！ありがとう。東京で涼しいど。熊本ってなんであげんアチートだろうね。なんかね、東京もアチーけど、なんで違ってたね、なんかね。わかるか、俺は。タケヤッチがワンピースで好きな、タケヤッチいいね、なんか珍しいね。タケヤッチが好きなワンピースの映画 ?1 位 Z、フィルム Z。やっぱね、ありがとう、ありがとう。あのね、最後やっぱ Z と拳で戦うやん。能力使わず。武装色の覇権のみで。やっぱね、拳のぶつかりは最強よ。ほんとに。あ、なんかその長文の悩みですか？なんすか？ちょっと待って、こんなにもコメントって流れるの？親友と好きな人が付き合ったんですけど、その親友が嫌味っぽく付き合ってることを自慢してきます。どうしたらいいですか？これはもうね、もしかしたら向こうはね、シンプルにね、嬉しくて話したくて親友じゃん。だけどこうやっぱ親友ってこう何でも共有したがるやんか、多分。ね、嬉しいことだと言うやん。俺もゴチに嬉しいことだったら言うし、ゴチも嬉しいことだったら言うけん。ねえ、だけどそれを、やっぱさ、他のこと言われても闇っぽく聞こえんやろ、多分。ね？多分絶対、好きな人とか一緒やったやろ？ね、それはね、もう、あなたがちゃんと好きだった気持ちがあるけんね、それは闇っぽく聞こえるんよ。うん。それに関しては多分ね、防ぎようがないけんね、うん。自由だからこそ嫌いになりたくないやん。
ね、ちょっと距離置いたりするの大丈夫や、多分。うん。で、それを素直に言えるといいかもしれんね、一番は。うん。いや、私もこういう気持ちがあって、そういう話されるのめっちゃ嫌なんよ、みたいな。そう。だけど、でも、まあ、だけど、それを言うか、そう、どっちかじゃない？うん。そう、言い切らんのやったら、多分、言い切らん優しさも大事やんか。ごめんけど、なんかいきなり相談乗った。熊本の会社でした。あ、いいよ。なんかオフだと雰囲気違う。それは何？店長版見すぎ？店長見すぎよったら多分俺本物じゃなくなるわよ、マジで。おすぎさんって呼んでいいよ、全然。よかよ。うん、何でもどうぞ。ラクダのミルクは体にいいらしい場合。いい。よか？うん、牛でよか。うん、牛でいいです。スマブラでボコボコにします。待ってろ、待ってろ。ね、言ったね、マジでね。言ったけんね、マジね。知らんよ、ほんと。もう一生スマブラしたくなくなるぐらいボコボコするけど、俺ちなみに言ったけど。ほんとね。熊本でサマータッチの T シャツ着ていいよ。もちろん。手加減せんよ、俺。もちろんね。それだけなんか、昨日か俺楽屋持ってっとって、スマブラ、久々にマジ、したすぎて。で、ちょっとやったよ。まあ、ちょっとしかできんかったけど、ちょっとしたっすね。で、なんか、リオがしたいって言ったけん、そうしたんよ。精神性なんかその、本気で言った、ちゃんと。リオも別にスマブラちょっと触ってる程度だったけど、もう、ちゃんと。そうよ、その手加減っていうなんか不用意な優しさは俺はいらんと思うがよ、マジで。そうよ。そう、なめぷやん、そんな。なんか。ね、頑張れ、頑張れ。あ、うまい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 。いや、違うやろ、みたいな。ね、あい、あい、あい、帰れない、です。そうよ。日の国熊本は蒸し暑いもんね。そうなんよ。そうつった。俺マジよ、この中北部から熊庄までチャリで行きよったわ。3年間。すごくにゃ？ガチで。一番やっぱきつかったのはね、部活の時の昼から。昼からのね、部活の日。きつかったね。やっぱ、ハートありがとう。もう大体ね、北部じゃん、俺。だけ、3号線に出るやんか。そこら辺からもう、やべやけん、もう。清水の真っ暗辺の時はもう汗だく。大体。うん。もうそうや。いや、俺、カマハンで言っとらんって。もうね、高校は別に俺、カマハンで言っとらんけど大丈夫。ね、中学校別に言っとらんけど、カマハンで。バスケ部よ、俺。長崎町と、まあ、すごいこれマジ、すげえ初歩的なこと言うとマジ全国あっちよね。カマハン、鬼ハン、どっちか、だろ？ね。次の曲いつ出すだろうね。だろうね。楽しみしとって。バスケを9年間しとって。9年間。イェーイ。なんかプープー言うよね。プープー言うよな。
俺、宮崎ってなんだかんだなんかちゃんと言った曲に合ってたよね。パン！様たちのティザーでバスケしてたでしょう。ね。俺、あのシーンが一番汗かいた場合。イェーイ。ワンマンネームボード、ここだったよ、かとじゃない、うん。後ろの人見えんくならんどけば大丈夫よ。あげ、あれよ、興奮してあげたい関係ね。熊翔、俺。熊本商業高校。うさぎやめた T シャツちゃんと寝るとき着とるば、俺。うん。沼っていい？おすすめする。うん。おすすめするよ、だいぶ。引きをありがとう。ニコッと笑ってください。嫌だ。すいません。嫌だって言うと大体笑います。大学受験終わったら会いに行く、待ってる。頑張って。大学受験ね。よし。あいよ。だから反射しちゃった俺、普通に。店長って書いてあって今。社会人辞めて会いに行く。最近来んね。頑張れよ、仕事。パチン。おすすめした、おすすめした責任。あ、もうそれはもうね、抜け出せませんからね、残念ながらね。はい。5ヶ月ぶりの拓也くんな。だいぶ会えたね、やっぱね。いや、鼻かむりありがとう。動脈ピース。柏の方が楽しかった。もうね、暑い中マジありがとう、みんな来てくれて。本当に。体感してた、マジなんか、普通に。本当に29歳よ。逆サバ読むか。まだ一度も会ってない、これからよ。待ってるよ、俺。はじめまして、楽しみすぎる。嬉しい。そのワクワク大事よ。やばい、腹減ってきた。てかもう1時間しとらん、俺。そんなことない。そんなことはないか。寝かけもし、たまにされるわ、俺。あ、しとるっつった。今で、あ、やりました。だって、終わるね。あと何回できるんやろ、ワンマンまでに。サマーたちの宣伝。7月26日、ワンマンライブありますので、なかなか遠方の方ね、今から撮るのなかなかカロリーあると思うけど、土平日だけん。無事とは思うけど、ぜひ、来てください。関東、お住まいの方とか、すごい来やすいと思うので、サマータッチっていうね、ライブをやりますので、はい。遊び来てください。7月26日、熊本の人ばい？そう。今ごめん、東京住んどるけ、東京の話ちょっとしていい？そう、東京の話っていうか、後で熊本の話ちょっとすぐ待ってて。そう。で、そう、7月26日に、
メジャーデビュー、ね、デビューしてから初めてのワンマンライブやるってさ。そう。アコースティックライブとかしよったけど、そう。で、それで、全バンドで曲やります。そう。なの。新曲めっちゃ披露します。新曲ってかもうみんな聴いてるとは思うけど。そう。ライブバージョン聴けますので。あとグッズもあるんよ、今回。新しい。ぜひ遊びに来てください。最長ライブする、今回。なので。待ってます。はい、登場から多分すっげえかっこいいと思うから。で、7月28日、28日は熊本行きます。熊本、行くよ。遊びで、気分やけど、熊本で待っとってね。そう、初の単独、熊本で、やるけん、来てほしい。熊本県民は特に。うん。そう。で、その次の日と次の日もね、福岡行くしたい。福岡。福岡でライブするけん。お時間ある方。福岡県民の方もそうですし、熊本でね、はじめましてして、そのまま来たくなっちゃうこともあるだろうし、待ってます。で、大阪がね、8月4、4号大阪8月4号で行くけん。待ってるで。ごめんせ。だごえせ。待っとるかい？はい。まあ、詳しくね、ぜひ、最近もまたなんかツイッターもすごいフォロワーさん増えて、ね、地道にですが、ありがとうみんなフォローしてくれて。ね、インスタもそうだし。そう、なんか、最近メンバーに、今何人いるのフォロワーって言われて、言ったらみんなびっくりしてたわ。そう、俺もびっくりしたわ、そして。うわーって言って。で、スレッズも一枚に行きましたし。はい。まあ、いろんなところで情報見れるので、ぜひチェックしてみてください。待ちます。で、明日の19時から、YouTube ライブします。もうこれ2回目かな、俺。YouTube ライブするの。YouTube ライブで、そのワンマンの日に、ワンマンの日にというか、俺のライブでやる曲の、なんか、コール&レスポンス、ね、ここでこう、声出すよ、みたいな、の教える回しますので、はい。まあ、リアタイ厳しい方は、アーカイブも残りますが、リアタイで見たい方、ぜひ、お待ちしておりますので、はい。19時から、ですので、待ってます。はい。ありがとうございました。それでは、明日、お会いしましょう、YouTube にて。多分、久々した店長します。レック頑張ります。ならんにバイバイ、ありがとう。お腹減った。